小笠原、フロント陣とついに決着をつける。終わったか。決着をつけた小笠原。記者団の前に姿を現した、中日の小笠原選手、前回と変化はありません。保留という形で考え時間を作って、気持ちも整理をしていました。数日前に球団代表と話して、次はサインします、という流れです。来季頑張ります、とも伝えた。柳と同じで金額だけじゃなかったのね。なんか他の記事だと金絡みのことしか書かれてなかったから、ネットのデマなんて信用ならん。モチベ的に金額提示なら1億乗せて欲しかったな。出来高部分とか来年の話をしただけっぽい。来年2桁勝利したら年俸爆上がり確実よ。出来高もついてるとはな。保留の時は欲しがりすぎとか言って叩いてたやつ、一生ロムっていてほしい。手のひら返しがすぎる。ポスティング関係の話もしてそう。二人とも金額に不満があったんじゃなかったんだね。読者は記事に踊らされたって感じだよな。胴上げして送り出したい。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。